はい、お疲れ様です。おしょうです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ツールカートですね。座って使えるツールカートっていうのを作っていきたいと思うんですけども、まあ、座って使えるってどういうことかっていうと、まあ、最近ですね、工具修理なんかをちょっと仕事にしてるんですけども、工具修理とかですね、まあ、これからちょっとバイクをやったりするかもしれないんですけども、車と違って立ってやる作業っていうより、ほとんどこの状態。地面でやることが多いですね。地面もかなり低いところでやることが多くて、作業台でやるっていう作業がほとんどないんですよ。で、地面でやるときにどうしても工具がどうしようか地面に置きがちじゃないですか。で、こういうのをね使ったりしてるんですけども、これなんかも結局ですね、地面に置いてこう重くて引きずってくるのも結構大変なんですよね。なのでちょっとですね、面白い動画、結構古いんですけども、ニュージードリフトライフのたけしさんってね、知ってる方も多いかと思うんですけど、あの方が作った、まあ、こういったね台車、ちょっとあまり映ってないけど、台車を使ってこれを改造して、まあ、こうやって手押しの台車を改造してあの方は作ってたんですけど、まあ、うちにですね不揃いのキャスターがこれいっぱいあって、これ全部種類が違うんですよ。だからこれの、まあ、これで高さ合わせをして、で余った廃材だけで同じようなこうツールカート作れないかっていうことで、今日はねそんな動画です。ツールカート、まあ、これ参考になったらですね、ぜひね皆さんも自分のガレージで使ってサーキット行く時なんかちょっとね持ち運べるように。これアーウィンのバッグなんですけども、このバッグもものすごい高性能なんですが、実はですね、これ結構本当ね、このまんまツールカートにセットしたらこれでいけるんじゃないかっていうぐらい結構高性能です。まあ、これもちょっと紹介しながらいろいろですね。あとですね、これも製作しながら紹介していきます。これ腰袋ですね。腰袋、これねペイペイフリマで2個で2000円だったんですけど、クーポン使って1000円で買いました。はい、あとはワールドインポートツールさんで買ってきたいろんなものがあるって、これらを駆使してですね、どんなものができるのかっていうのをね楽しみにしながら見ていただけたらと思います。それでは行ってみましょう。はい、メインとなるですね、材料の土台のベースの部分はですね、ちょっと今のところですね、木がいっぱい余ってるんで木材でベースを作って、でそこの上に、とりあえずベースの形ができないとねイメージが分からないので、 まずはちょっと そこでベース、そこを作るところからスタートしていきたいと思います。でこのアーウィンのバッグですね、これの幅に合わせちゃうと結構でかいんで、これが今まで使ってたツールワゴンじゃないな、ツールボックス、まあよくわかんないけど、まあ、ここにこうやって何でもかんでも詰め込んでたんですよ。ハンマーなんか入ってたりとかね、結構いろんなものここに詰め込んでこれで持ち歩いてたんだけど、やっぱ入りきらないです。でこれ2つ持ってくるのも大変だから、キャスターついてたらいいなっていうことで、これをまあ2個セットするんですけども、この幅に合わせて作っていこうかなと思います。はい、寸法をですね適当に測って、とりあえず木材カットからですね、今ね使ってるこの求人機ですね、求人機もですね製作の動画は撮ってあるんですけども、なんかいまいちの出来かなと思ってあんまり編集してなくてですね、実は結構使えてて、このスライド丸の子につないでるんですけども、求人機使ってですね工場かなり汚れなくなりました、これで。はい、で、今カットしたやつをとりあえず並べて、であとは乗せながらですね、もうただに切ったものを色塗って、そこに取っ手をつけてキャスターつけて終わりという単純な作業なんですけど、あんまりね木工の作業が得意ではないので、まあ、なんとなくバッと飛ばしてますけれども、はい、でこのキャスターが不揃いのを選んだのがね、まあ、これたまたま余ってたから、まあ、これで使ってるんですけどもね、かなり高さ合わせに苦労してます。で地面のレベルが出てるところですね、まあ、水平器でこうなんとなくね、ひん曲がんないようにはしてますけれども、
はい、今このグラインダーね、ちょっとセットしてあるのはこれアストロのグラインダーで、まあ、強引に直してですね、使ってます。こんな感じですね、斜めに全部カットしてこうやってつないでつないでこういう感じです。これで90度にして手持ちのパイプが出来上がると。なんだこっちは溶接すれば分かりますね。まあ、これはですね、よくあるあの普通にカート、本当に台車ですね、台車の取っ手部分ですけども、まあ、いきなり台車の取っ手部分にちょっとね製作に入ったのは、まあ、木材の部分はね別に何も面白くないであれなんですけど、これ15度ずつカットすると90度が簡単に作れるんで、だけど15度じゃどうやって測るんだって言うんですけどもね、これね勘ですね完全に勘なんですけども、はい。でこのスパッタ、このね材料がすごいスパッタがつくんで、スパッタがつかないようにスパッタ防止スプレーをね、かけながらやってますけども、はい。下に引いてあるあのマットですね、これ たまたまちょっとあの断熱材があって、断熱材がですねなかなかこれ燃えない、あの燃えないというかバーナーで炙っても全然燃えないやつだったんで、断熱材を引いてですねコンクリートを保護してます。はい。でまあ溶接ですね、ちょっとなんか溶接ってやってる人は楽しいんだけど、見てる人はなんか眩しくてよくわかんないみたいなね、だから溶接部分を適当にカットしてますけれども、はい。サクサク材料切って、アストロのねこのグラインダーね、バリ取り専用に使ってます。もうアストロの電動工具よく壊れるんですけど、まあ、あのスイッチ部分が壊れてて直してもあの使いにくい壊れ方だったんで、もうああいう風にねバリ取り専用に固定して使ってますね。はい。でもうアストロの道具ですね、まあ、前もちょっとエア工具なんかもね言ってましたけども、壊れるとね修理がね、部品があのメーカーから出てなくって結構大変なんでね、アストロの電動工具直すときは、逆にアイデア工具としてね、改変じゃねえ、改造していくのもいいかなと思いますね。はい。でもうサクサク進んでるんですけども、溶接本人は楽しいんだけど、見てる方はね、なんのこっちゃ早く作れみたいな感じで思ってるかもしれないですけども、はい。で今アングルですね、このアングルはですね、パイプと木材の土台をつなげるものですね。それをまあただただあの切って削ってるっていうだけなんですけども、はい。ここからはですねもう超適当です。パイプの寸法を合わせて、まあ、のミリ単位でやるよりも、もう適当になんとなく合わせて仮付けしてみたいなね。であの幅を合わせたら、あとはビス止めですね。はい。まあ、強度的には結構しっかり、まあ、溶接なんでしっかりついてるんですけども、まあ、イメージとしてはこんな感じのものをつけるよっていうことですね。はい。ただ おじさん今ちょっとここで、んってこのね取っ手がまっすぐなのが非常にかっこ悪いなっていうのに気がついてですね、この取っ手をですね斜めにカットして、あの台車の取っ手をねちょっとねよく見ていただくと分かるんですけども、あの なんかあのちょっと上の方が曲がってるんですよね。でこう曲がってるのはなぜなのかっていうのが押しやすいようにってことなんですけども、はい。ちょっと後続カッターがねあの 逆斜めにするためにどうしてもこうしなきゃいけないんですけどもね、まあ、良い子は真似しないように、これ、まあ、逆斜めにして切ると、あ同じ角度で 逆も切れるというかね、意味わかんないですよね、何残っちゃうですよねはい。これタッピングスプレーですね、これ、遠ミリで穴開けてるんですけども遠ミリでね穴開けると、まあ、かなり刃がやられるんで、このね電動ドリルもパワーのあるやつ使ってるんで、このピングスプレーっていうやつなんですけどもね、これを使うと刃が痛まずにサクサク遠ミリも切れるようになります。はい。どんどん進んでおりますけれども、ステをこれ溶接してビス止めしてっていうところで、さっき上の方曲げたのはどうなってるんだっていう話なんですけども、そこの上のちょっと曲がったところの溶接部分ね、動画撮り忘れてますねこれね。はい。で、仮付けしてですね、今どんな感じになるかっていうところを、今本人はね一生懸命頑張ってやってるんですけどね、これもういきなり塗装になってますね、もう完成してますねこれ。はい。サフェーサー拭いていきます。サフェーサーはですね、ガン拭きにしました、一応ハケで塗ろうと思ったんですけどね、非常に分かりにくいですが、上の方の取っ手部分が少し曲がってます。はい。
そこの部分、今は映りましたね。はい、こんな風に曲げました。なんかこれだと売ってる台車っぽいじゃないですか。はい、こっちはですね、もう全く見えなくなってしまうので、上に何か置いたらね、見えなくなっちゃうんで、このトラック2台専用のやつ、前にちょっとね、作業台塗ったのやつなんですけど、まあね、全く未だにどこも剥がれてないんですよね。相当これトラックの2台よって言ってるだけあって、まあちょっとね、こういう錆びた工具をこうやってやったぐらいじゃ全然剥がれないんですよ。プラスドライバーでこうやってやってもこんな程度。これ水性なんでささっとハケ塗りしていきます。はい、まあ、YouTube ね、あるあるなんですけれども、撮影中にコンプレッサーが回るっていうね、もうほんとね、いい加減にしてくれって言いたくなるんですけどね、まあ、それだけ言ってもしょうがないんだけど、コンプレッサーの電源切っとけって話なんだけどね、ついつい忘れちゃうんですよね。はい、でこの水性塗料ですね、こうめちゃくちゃ塗装のノリが良くてですね、まあ、染まりがいいというのか、まあ、めちゃくちゃ材料使わないんですよね。ほんのちょっとで水で薄めて、これ結構薄めてるんですけどもね、前先ほど塗った時は薄めずに塗ってたんですけど、今回はね、もう色の染まりがいいから薄めて使ってます。はい、で、もう早速組み付けてますけれども、この組み付けの作業の時点でですね、キャスターがこれちょっと調子悪いなっていうの、調子悪いというか大きさが不揃いだと、キャスターってこう非常に動きがね、やっぱり良くないっていうのが分かったんで、これはもう早々に取り替えようかなと思ってます。はい、で今ですね、つけている、これつけ直しているのはちょっと高さ合わせだったかな、これで完成なんですけど、ね、裏塗っとけって感じなんだけど、裏はね塗ってないです。はい、ではね、ここからちょっとレイアウトを考えていきたいんですけど、これまずこのままこう閉じちゃうんで、開いた状態で、たけしさんがやってたのは横にアルミ板を入れてたんですけど、ちょっととりあえず仮合わせしていくので、木で横に板作って、これを開きっぱなしの状態にして、ですごい広さだなこれで、これをこっち側に振るので、まあ、相当ここに入るんですけど、で超重いやつがここに乗っかると、でこことここで両方使えるようにしておけばいいかなと思うんですね。でこの中の仕切りですね、でこれが止められるようにしたいんで、こいつを中に2列に止められるようにしようかな。はい、こんな感じですね。中の木を入れて開いた状態で、ここにレールを入れて、ここにソケットをつけていく感じですね。こうやってこんなところまでをちゃちゃっとやっていっちゃいます。作業自体はですね、こんなシンプルなもので、本当にね、単純なものではあるんですけども、実際ですね、作ってる時に、なんか本当なんかすごい使いやすそうだなと思って、自分でもね、なんか使うのを楽しみにしてたんですけども。はい、こんな感じでね、色塗ってきました。やっと入りました。まあ、かなりキツキツにしとかないと、これがストーンと落ちちゃうんで、ぴったりサイズにしときました。で、あとはこれをレールちょっと固定していったりしながら、全体のこの レイアウトというか使い方ですよね。何をどう置いてったらいいかがちょっと全然わからんので、ちょっとこれらをね、開封しながら決めていこうかなと思います。はい、ですね、なんとなく収納したい工具を並べてみたんですけど、絶対これだけじゃ足りないなとは思うんですけどね、とりあえず並べてみたら意外と大したことなくて、まあ、このくらいの量は全然余裕で収まるなとは思うんですけど、ただね、大事なのはこの使いやすくて戻しやすいかなんですよね。ちょっとその辺をね、確認していきたいと思いますね。まあ、ソケット類は全部ここにあと並べるからいいんですけど、その他のものですね、横に刺さるものもちょっとこれポケットが浅いんで、ここはちょっと改造しなきゃダメかもしれないですね。でこっち側の
ポケットですね、これが置いてあるときに使いにくいので、ここもちょっとなんか考えないといけないですね。こっちも同じ、ポケットが浅いで、ここにいろいろ刺さるようになってるんですけど、全部が使えるわけじゃないですね。ここに刺さるようにはなってるけど、ちょっとこれがあったりいろいろして、やっぱりここにあったらいいかなとか、なのでそういったものを腰袋にここにつけていったりとか、あとはこの中ですね、中には相当な数入るので、中にそうだね、つかみ物を入れてってもいいのかなと思うんですけど、つかみ物は結構外にあった方がいいので、おそらくここら辺を改造してここにつかみ物を並べるかなっていう感じですかね。はい、なんとなく配置してみました。まあそれっぽくね、ちょっとかっこよく並んでるだけなんですけど、まだまだねこれ改善点だらけですね。ちょっとこれなんかね納得いかない、これポケットが浅すぎて、これが浅すぎてもうこんなグラングラなんだけど、とりあえず落っこちないからいいけど、落っこちないけどちょっとこのポケットがなんかもうちょっと深かったらいいんですよね。例えばこれメジャー入れるとかだともう最高なんですけど、メジャーだけだとこの上のこのスペースがもったいないです。だからメジャーはメジャーでちょっと考えるかなって。このポケットが使えればいいんだけど、これ乗せてる時に開かなくなっちゃうんで、とりあえず今ですね、レイアウトを考えるだけなんで、ここにガチャガチャって入れてます。でハンマー類も置いてあるだけなんで、ちょっとグラグラですけどね。はい、中は、まあ、ドライバーとかラチェット、ちょっとここが深いですけども、まあ当たり前なんですけど、このカバンはねこうやって使うもんじゃなくて、もともとこれ蓋を閉じるように作られてるんで、まあだからまあしょうがないんですけどね。で中にドライバーはこっちにずらっと並んだんで、これは良かったです。で僕が作ったこれが、まあ、たけしさんがやってたのと同じようにここにちょっと並べてみまして、これまだ固定してないです、レイアウトを決めてないんで。あと1/2のがあそこに来るので、1/2のレールを買ってこなきゃいけないですけど、はい、でこんな風にしてですね、中もなるべく一番奥の方に物を入れたくないんですね。この底に、ここに一番奥に入れるっていうのは、例えばショックドライバーが入ってるんですけど、あそこにめったに使わないけれども、まあここにあったら便利だなっていうようなものを奥に入れておく感じで、なるべく縦からスポンと抜けるようにしていきたいですね。まあまだまだねちょっと収まらないやつがあって、困りものはこういう細かいものこういったものたちが収まるところがちょっとないので、これは作っていこうかなと。あとインパクトが入るところないですね。はい、まだまだでもこの細かいたちがどうやって入れるかを考えていきます。これらをちゃんと収納できるようにできたらかなり使いやすいんじゃないですかね。まだスペース的にはこの辺の高さだけなので、ここに置けるのと、あとこの裏ですね、この裏側に置けるのとか、あとこの持つところの、だからこれちょっと色塗ってないですけど、サフェイサーの状態なのはそれですね。まあ、ここになんか溶接したりする予定です。はい、続きはまだまだこれからですね。はい、だいぶすっ飛ばしてですね、ちょっと仕事の関係ですぐにちょっと使わなきゃいけなくてですね、撮影できずに完成、一応仮完成しました。完成しちゃいました。もうね撮ってられないごめんなさい。なので今ちょっとどんな風になったかを解説していきたいと思います。はい、中のレールはですね全部固定しまして、2分の1と4分の1と8分の3で全部ずらーっと並べてます。これがまためちゃくちゃ便利ですね。これねもっと早くやっとけばよかったなっていうぐらい、
で、こっち側に並んでるのはドライバーなんですけど、よく見るとこれパイプが2本ずつついてまして、このパイプがですね、これ溶接されてます。なんで溶接されてるかっていうと、アーウィンのバックについているこのバンド、ゴムバンドが上にしかなくて、下がスカスカでこれ動いちゃうんですよね。で、入れとくとこれこけちゃうんで、なので2本を1本に溶接してですね、なるべくこけないようにしました。はい。で、こっちの細いやつ、このね、細いドライバー関係は、これはですね、13の塩ビパイプです。なので、まあ、これはまあ、普通にホームセンターで買えるんで、まあ、これで代用してもいいんですけど、ものによってはですね、このスピンナーとかね、2分の1のスピンナーとかは入らないんで、まあ、それに合わせてパイプを買ってきて、こう、ずらーっと並べたっていう感じですね。で、ここの部分を見ていただくと、ここはね、これ野生が入ってるんですけど、ここは深いんですよ。ここの幅が細くて深いんですけど、こっち側を見ると、どこもね、これ全部浅いんですよね、ポケットが。だからちょっとね、もうちょっとここまである、細長い仕切りがある風になってたら、こっち側も使えるんですけども、ちょっと浅くてちょっと使いにくいですね。はい。で、外側は今ちょっと仮なんですけど、あ、これはシグネットの早回しのコンビネーションですね。とか、いろいろちょっとね、まだ何を入れるかも決まってないので、とりあえずメガネだの何だの、いっぱい刺してってるだけですね。で、ぐるっと回ると、この辺も、これもね、ちょっと浅いんですよね。もうちょっと深かったら、いろんなもの入れられるんですけど、はい。で、これクリックリテックスのニッパー。はい。やっぱりね、浅いから、あんまり、ほら。もうなんか、こけそうなの。こけそうで。だから結局、このポケットに、なんかこのメジャー程度のマスキングテープとか、そんなのしか入らないんで、もっと細長い、深い感じになってたら、いろいろ入れられるなと。ただ、まあ、ポケットの仕切りがとにかく多いんで、いろんな種類のものを入れられるっていうのは確かですね。で、こっちは作業するときにちょっとですね、これ邪魔だなっていうときは、ここから必要なのをこっちに取って、で、これをこう持っていくというふうに使います。はい。で、こっちに行ってですね、ここもちょっと考えてですね、考えて全然ちょっと途中なんですけども、まあ、とりあえずハンマーを丸パイプを2つ溶接してビス止めしただけです。ちょっとこれも使いながらですね、このでかいハンマーいるのかっていう話なんですけど、で、インパクトレンチのこれの行き場がちょっとまだなかったんで、とりあえずこの隙間に刺してます。で、これはマグネットもらったやつなんですけど、マグネットで並べてます。ピックツールは見てから選んで取りたいので、こういう風にしました。これいいでしょ。こういろいろ刺すようにしたりとかしたんだけど、これ全部刺しちゃうとここの部分が全部一緒なんで、全部抜いてみなきゃ分かんないんですよ。だからこういう風にしたんですけど、これね、ちょっとふと思ったんですけど、ここの部分にピックの先端の形がね、絵で描いてあったらいいなっていうのはすごい思いました。ピックの先端の形がここに絵に描いてあったら、これいちいち抜かなくても分かるんですけど、これだとまあ一応分かるんですけどね。できればこれもこういうパイプに刺しときたかったんですよね。はい。で、こっち側に来ると全部まだ埋まってないです。腰袋ですね、これも結構まだまだこうやって細かく袋が分かれてるんで、こう入るところもね、たくさんあるので、まだまだ入れられるんですけど、腰袋これがね2個あるんですが、こっちはタイラップ入れてます。あと内張り外しとかピックツールみたいなやつとかね入れてるんですけども、これ自体がまだこんなに余ってるんで、入れるものまだまだたくさん入れられます。
で、ちょっと困ったなっていうのがこの中に、この中にですね、このケミカル類がちょっとドリンクホルダー的なやつを買ってきてやろうかなと思ったんですけど、結構太くて入んなくてですね、ちょっと困ってます。はい。で、もう奥にあるのはショックドライバーと、ヘッドライト、頭につけるライトですね。で、メガネの行き場がないのでとりあえず挿してます。あとちょっとプラハンが転がってますけどね。とりあえずこんな感じで、あとはですね、これも色塗ってないです。まだサフェーサーです。これもサフェーサーなので色を塗ったりするんですが、なんかね、溶接してちょっと加工するような気がしたんで、ここで一回止めてます。なので今後はですね、これ改良しながらですね、また途中動画で解説というか紹介していこうと思います。2023年モデルということでですね、次回はどういう風にリニューアルしたのかっていうのもね、紹介しようと思います。ちなみにですね、この間出張修理があったんで、出張作業があったんで、これカバンごと持ってったらすごい楽でしたね。これごとただシエンタにドンと積んで、これ積んでそのまま出動したんですよね。なかなかやっぱり良かったですね。まあ普通の車屋さんと違ってちょっとね、これじゃ足んないっていう人もいるかもしれないんですけども、まだまだちょっとやりながらですね。ちなみにこれすごい気に入ってんすよ。これラチェットがここに、これがラチェットをこうやって横向きにセットできるんですよ。で、これすごい便利で、これがワールドインポートツールさんで買ったやつなんですけど、これジャッキを加工して、パンタジャッキをですね、加工して作ったんですけど、まあよくありがちですよね。ここに8分の3のソケット溶接してラチェットで回るようにするんですけど、なんとこれもここに固定されてます。こいつをビス止めしただけです。で、これがパチャンってこいつをセットしておけば、これがなくなることがないと。だからこれをね、買っとくといろんなところにセットできるので、ちょっと今レイアウトは決まってないですけども、前に作った工具の壁掛け、これもですね、いずれはちょっと改良していこうと思います。はい、ということでですね、鼻が垂れてしょうがないけど、とりあえずこんな感じで作ってみました。またちょっとなんかいろいろと制作したり、なんか紹介するものがあったらまた動画撮ります。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今ですね、新しい仕事の関係で視聴者さんのタタタさんと一緒に壁を全部ぐるっと貼りました。大家さんにね、貼ってくれって言われたんで全部貼ったところです。はい、寒いのでストーブを焚きながら今日は頑張りました。以上です。